シャルル・フランソワ・ユタンは、フランスの画家、版画家、彫刻家である。1764年に、ザクセン選定校、フリードリヒ・アウグスト3世の命令で設立された、ドレスデンの美術学校の初代校長に任じられた、ルーブル美術館にある彫刻、カローンなどを制作した、パリで生まれた。フランソワ・ルモアーヌに絵画を学び、王立絵画彫刻アカデミーの対象の2位となり、 1736年から1743年の間、ローマに留学した。ローマでは当時ローマで活動していた彫刻家のルネ・ミシェル・スロッツから彫刻を学んだ。パリ戻り、1744年に彫刻作品を提出し、王立会が彫刻アカデミーの会員となった。1746年に彼の彫刻の代表作、カローンを制作した。 ザクセン剪定校に招聘され、1848年にドレスデンに兄弟のピエール・ユタンと移った。ドレスデンの美術ギャラリーの作品を模写し、ピエールも素描を描き、1750年からパリで版画にされてドレスデンギャラリーとして出版された。1764年にドレスデンに絵画、彫刻、銅版画、建築、総合芸術アカデミーとして、 美術学校が作られたとき、初代の校長に任じられた。この学校は、ザクセン王立工芸学校などに名前を変え、現在のドレスデン美術大学になる。1776年に、ドレスデンで亡くなるまで校長を務め、没後は、ジョバンニ・バティスタ・カサノバとヨハン・エレアザル・ザイシュッヒが、公認を務めた。ありがとうございます。